はい、こんにちは、こうです。今日は夜の大名ですね。いや、やっぱこの辺はね、暗くなってきてもやっぱおしゃれですよね。で、この通りっていうのは以前ね、こっち側に行ったらあれですね、赤のれんっていうね、ラーメン屋の通りになりますね。まあその動画まだ見てない人はぜひ見てみてください。その赤のれんっていうラーメン屋めっちゃ美味しいんで。で、今日どこ行こうかっていうと、タイトル見てもらったらね、わかる通り全国区で有名なのかな、福岡では一番有名な平尾っていうね、天ぷら屋さんに行きたいと思います。ここがね、うまいんだ。僕は最初食べた時衝撃でしたからね。こんな美味しいものがこんな安い値段でっていう感じだったんで、今日はその天ぷら屋に行こうと思います。まあもう見えてるんですけどね、もうね、天ぷらの平尾ってね、平日の夜とか行かないとマジ激混みだからね。まあ観光客なのかどうなのかわかんないですけど、マジで人が多すぎて入れないんで、今日は平日の夜に来てます。仕事終わりですね。こちらですね、天ぷらの平尾。ここがね、うまいんだ。人少ないでしょ。これはもう本当ありがたいね。それで入っていきましょう。こんな感じでね、メニューがあります。僕は一番左の味わい定食ですね、これにしようと思います。ここに味わい定食の中飯と小飯があるんですけど、今日はね、小飯にします。30円安いだけですね。ご飯のさ、中が180円で小がさ130円だから50円安くしてほしいよね。カードとか使いませんね。入っていこう。はい。はい。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。はい。お水はセルフですね。すいません、お待たせいたしました。はい、こちらこそ。はい、どうぞ。はい、こんな感じでね、ご飯、天つゆ、味噌汁、イカの塩辛っていう感じで、ね、出てきましたね。これがね、名物のイカの塩辛で、これがバカうまいんですよね。これをお持ち帰りする人も多いぐらいめっちゃうまい。で、あと天つゆとご飯の味噌汁ですね。で、天ぷらは揚げたてがここに次々と出てくれてる感じですね。はい、初めて白身魚、メヒカリとエビ。はい、ありがとうございます。こんな感じでね、次々と運んでいってくれます。ごめんなさまでした。ごめんさまで、お好みにこれうまに彩りです
ナスとピーマン。はい、すいません。はい、イカの塩。あ、はい、いいですよ。なのイカで終わりになります。はい、ありがとうございます。はい、すいません。はい、はい、どうぞ。ナス、ピーマン、イカですね。美味しそう。こちらがおかわりのイカの塩。いや、美味しかったね。めっちゃ腹いっぱいになった。いや、美味しかった。本当に美味しかった。マジでさ、ここの天ぷらはマジで本当最高だね。本当ね、福岡のファストフードって感じ。うん、パッと出てきてパッと食べるっていうね。いや、本当にいい文化だと思います。天ぷらは揚げたてで美味しいし、そして何よりね、イカの塩辛がうまいんだよね。僕今回2杯、結構1杯でだいぶ量あるんですけど、通常だったら1杯食べれないと思うんですよね。ただここのイカの塩辛っていうのはね、そんな塩分量が多めじゃないんだよね。しょっぱっとはならないんだよね。多分新鮮なイカを使ってるからっていうのもあると思うんだけど、そんな塩分を強くしなくても美味しいっていうね、本当に最高ですね。本当これでね、本当800円ぐらいだからさ、東京だったら多分2000円、倍じゃ効かないんじゃないかな。多分このスタイルは本当ね、庶民の味方ですよ。本当に美味しい。まあね、多分有名だから来たことある人もたくさんいると思うんだけど、まあね、福岡に来た際は行ったことない方はね、ぜひ一度行ってみてください。ここ福岡のね、食のレベルの高さっていうのを実感できると思います。まあそんなところかな。うん、良くも悪くもね、九州にしかない味なんで、ぜひ皆さん一度行ってみてください。今僕が歩いてるのはここね、あの人の家じゃないですよ、区役所なんで歩いてもいいとこです。あー、美味しかった。まあね、よかったらぜひ皆さん一度行ってみてください。まあ本当、天ぷらといえば平尾、これは本当覚えておいてください。それではね、皆さんまた次回お会いしましょう。バイバイ。